伊藤純也、ゲイルツアシストで同点ゴール演出も、チームは連敗。本日分かったことも伊藤純也は最強ということでした。いや、すげえな。試合終了3-1負けきつめのマーク疲れて対策されてもなお、伊藤純也はたくさんのチャンスを作ってたアシストもドンピシャだったし、アシストになってもおかしくないクロスに優しいパスに、チャンスメイクはたくさんしてたんだけどな、悔しい。マジか、伊藤純也はこんなにいいのにスタッドランスはなんでこんなに負けちゃうんだ。伊藤純也アシストと幻アシストが2つか3つ、何度もチャンス演出してるのに連敗か。チーム力の強化が必要だな。伊藤純也とかいう、なんか知らんけどめちゃくちゃアシストする落ち着いたおじさん、本当にこいつ30代か。伊藤純也のパスは常に優しいの。古軍奮闘、チャンネル登録して次回動画を楽しみに。